本日のお料理はポテトサラダいきます。簡単にできるベーコンポテトサラダをちょっとね紹介してみたいと思います。じゃあね、材料の方紹介していきたいと思います。これね、じゃがいも 300g ですね。こちらベーコン 100g で、今日ね生卵を使います。今日ねたったのこれだけです。あと塩コショウとブラックペッパーとマヨネーズ、はい、これでね作っていきたいと思います。はい、ではですね、材料の方、切っていきたいと思います。まずね、じゃがいもです。ね、両端落としてもらって、皮を剥いていきます。こんな感じにね。はい。で、今日はですね、早く火が通るためにスライスしていきます。はい、こんな感じで OK です。はい、じゃあね残りも全部やっていきたいと思います。はい、じゃがいもがこんな感じで揚がりました。はい、続いてねベーコンカットしていきます。今日はねちょっとブロックなので、ちょっとねこんな感じに小さくカットしていきます。別にあのスライスでも全然構いませんので、あのブロックがあればブロック、スライスがあればスライスで全然 OK です。はい、こんな感じに揚がりました。じゃあね、卵の方はですね、溶きたいと思います。はい、これでね、材料の方が揃いました。では、作っていきたいと思います。まずですね、これ、じゃがいもがね、ひたひたになるぐらいの水を鍋の中に入れてあります。ではね、火をつけて入れていきたいと思います。じゃがいももね、今日は、早く火が通るためにスライスしてあります。で、ちょっとだけね、塩をね入れたいと思います。はい、今ね全体的に入りましたので、塩ね軽く一つまみ程度入れました。で、この時点でねちょっとよく混ぜてください。はい、あとはね、沸騰してきて火が通るまでね、待ちます。はい、今ね、こんな感じに沸騰してきて約ね、3分ぐらい経ちました。で、今日スライスなのでちょっとね、火弱めますが、こうやってもうすぐ崩れ始めますので、ちょっとね、周りが崩れ始めたらもうザルでこしてください。はい、ではね今ね、湯がき上がって、ザルでね、水をこしたのがこっちになります。で、このあったかい間にですね、ここで軽く塩コショウです。あの、ベーコンにね、ちょっと塩分ありますので、本当に簡単に塩コショウでしてもらって、で、スライスなので、こうやってすぐね、潰れますので、で、この時に、粗熱を取ってからね、あのマヨネーズを入れてください。あのマヨネーズは油と酢とできてますんで、もう分離してしまうので、もうちょっとね粗熱が取れるまで待ってください。その間にベーコンを炒めていきたいと思います。あんまり強火でやりますと焦げちゃうので、最初だけねいってもらって、でベーコンね入れます。で、今日はね、わざとね油引いてないんですけど、ベーコンからねちょっとあの油が出ますので、それはね、そのまま、油っこくなるので、このままでね炒めていきたいと思います。ではね、
軽くね、焦げ目がつくまでちょっと炒めていきたいと思います。ね、今ねこんな感じに、色がついてきました。はい、こんな感じにね。そしたらねここにですね、卵を入れていきます。でこれをこんな感じでねちょっと回しながら炒めていきます。はい、これぐらいになったらね、OK です。じゃあ火を止めて冷やしていきたいと思います。では、粗熱が取れたね、じゃがいもですね。今からね、ちょっと下味をつけていきたいと思います。でね、もう一回ね、軽く塩コショウしてもらって、で次、マヨネーズですね。これ、市販の何でもいいです。マヨネーズを入れていきます。はい、これでねよく混ぜてもらって、で一回味見をしてもらって、ちょっと薄いかなっていうぐらいで、マヨネーズはね止めてください。まあお好みでね、マヨネーズの好きな方は、マヨネーズたくさん入れてもらっても構いません。このベーコンとね卵をね入れていきたいと思います。で、ここでまたよくね、混ぜてもらいたいんですけども、あまりぐちゃぐちゃに混ぜない方が食感が残って美味しくなります。でね、ここでもう一回味見をしてもらって、あとマヨネーズですね。足らなければ足してください。これであとね、キンキンに冷やしてください。ではね、冷えたら盛り付けていきたいと思います。冷蔵庫でねキンキンに冷えました。ではね盛り付けていきたいと思います。これねもう本当にね簡単にできますのでね、やってもらったらと思います。で、今日はね、ブロックの、ベーコン使ったのですごいね歯ごたえがいいと思います。で仕上げにですね、これお好みなんですけど、ブラックペッパーをね、ちょっと振ってもらって、あとね、こう、青みなんですが、軽くこう、やってもらって、はい、こんな感じでね、完成しました。本日はポテトサラダの作り方をご紹介いたしました。今日のポイントはですね、じゃがいもは皮をむいてスライスで茹でて時短をしてください。あとですね、2番目にできるだけベーコンはですね、油でべちゃべちゃにならないように炒めてください。で、味の方はですね、マヨネーズが好きな方とかですね、塩コショウがね、たくさん効いてる方がいいとかありますので、味の方はお好みでやってください。ではね、簡単にできますのでやってみてください。最後になりましたが、料理のご質問のある方はコメント欄からお願いします。また励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回お会いしましょう。